今回はですね、GoTo キャンペーンを使ってハイアット修行をしようということでね、ハイアット系列のホテル、かっこ国内編ということでですね、普通朝食なんですけど、朝食をさんの場合はランチに置き換えが可能なんですよね。一番良かったところ、まあ今美味しいなっていうふうに思うところですね。ベストナンバーワンがですね、なんと。はい、どうもこんにちは、弟子一です。で、今回はですね、GoTo キャンペーンを使ってハイアット修行をしようということでね、今最もおすすめの、ハイアット系列のホテル、かっこ国内編ということでですね、今回はお届けさせていただければなというふうにね、思っております。で、実際にこのビデオ自体も今、ハイアット、まあこれハイアットのハイアットリージェンシーセラー劇のですね、撮らせていただいてるんですけども、ちなみに今日ね、この、まあ、セラー劇のハイアット自体はですね、1万5000円しない程度、でですね、まあリージェンシースイートツインキングかなというところでね、まあ大体今日のレートだと通常7万後半ぐらいかなの部屋がですね、まあ1万5000円ぐらいに、泊まれているという状況ですね。で、僕の前はグローバリストっていうところがあってね、で特にこれまあ裏技というかですね、今回このビデオを見てくださっている方にまあ朗報というかね、まあいいニュースとして挙げさせていただくのはですね、基本的に僕沖縄のハイアットは今までスイート以外見たことがないっていうぐらいのアップグレード率なんですね。で、東京、まあ特に京都、に関してはですね、なかなか、まあ、スイートまでね、ちょっと上がったりしなかったりする場合も多いんですけれども、沖縄に関してはほぼスイートということでね、まあ今回堪能させていただいてるわけなんですけど、で、今回のね、本題に入るんですけども、まあ今回ハイアットさんに関してもですね、国内で全ての系列ではないんですけれども、GoTo キャンペーンの割引対象となっているホテルがございます。で、僕もいろいろとね、今泊まってるんですけども、まあ、その中でですね、一番良かったところ、まあ、今美味しいなっていうふうに思うところですね、挙げさせていただくと、ベストナンバーワンがですね、なんとグランドハイアット福岡です。グランドハイアット福岡でね、同じの方も、いらっしゃると思うんですけど、グランドハイアット福岡に関してはですね、まあ、僕が、まあ、今ハイアットの、まあ、GoTo キャンペーンと合わせてですね泊まった中で一番美味しいと。で、何が美味しいのかということをですね、今回お話しさせていただくとですね、簡単に言うとランチとディナーがついております。なんとですね、今で、まあ、これはですね、ついている人たちっていうのはやっぱりあのグローバリストの方、ラウンジ使える方っていうのが対象になるんですけども、普通のね、これホテルでありえないことなんですね。普通ホテルで大体ついているものっていうのは朝食ですよね、まあ、皆さんもこれ朝食ありのプラン、まあ、なしのプランっていうところであのお約されると思うんですけども、でそれに付随して、まあ、クラブラウンジの部屋を取ったり、もしくはグローバリスト、エクスプローラリストで、クラブフロアにアップグレードする、そういうアワードを使うことによってですね、まあ、実際に夜ご飯がついてくる、まあ、カクテルタイムがついてくるという状況なんですけれども、現在ですね、福岡のグランドハイアットに関してはこれご存知の方も多いと思うんですけれども、クラブラウンジの方が改装中なんですよね。で、まあこういう改装中のところってね、他にも、ホテルによって結構あったりするんですけども、で、今回このグランドハイアット福岡さんに関してはですね、まあ1階の、レストランがですね、使えるような、状況になってるんですね。で、実際に僕、まあこのレストランでですね、まあ朝食、まあ朝食が取ってないな、昼食とですね、ランチっていうのを、ごめんなさい、昼食と、ディナーっていうのをね、取らせていただいたんですけれども、現在ね、その、普通朝食なんですけど、朝食をグランドハイアット福岡さんの場合はランチに置き換えが可能なんですよね。だから僕はあの朝食食べないタイプなんでね、いつもあの行っても食べないんですけれども、昼食に変えてくださって、でしかも通常のディナーがついてる、しかもレストランで食べられるってことでですね、でほぼコース料理みたいな、料理が出てきます。昼に関してはこれ非常にコスパいいわけですよね。で、僕の場合家族3人で泊まってますから、割引率もマックスということでね、 35% 割引されて、しかも、まあ部屋もスイートルーム、しかも、昼もついている、しかも夜もついている。で、これでですね、なんと今回はですね、1泊1万500円でした。1万500円、ものすごいですね。もうすいません、嘘つきました。1万ですね、これ見るとちょっとごめんなさい、1万500円ではなかったんですけど、1万とですね、これを見ると1万1000円割引されてる、ごめんなさい、1万1000円でしたね。1万1000円でした。なのでですね、もう普通に考えて僕の場合、あの家族3人でね、昼と夜も食事してますから、あの相当なね、金額普通にあの泊まったら取られると思うんですけども、それにプラスして、ジムの方も使えたり、スパの方も使えたりですね、しかも部屋もスイートルームですよね。で、僕グランドハイアット福岡で好きな理由がですね、和室スイートっていう部屋も今回そのグローバリストのアップグレードの対象としてアップグレードしてくれるんですよね。なんでこの和室スイートでですね、
ね、まあ、すごく癒されて、そしてね、まあ、昼夜もついて、で横にはね、キャナルシティって、まあ、特に女性の方だったらね、ショッピングしたりするときに、まあ、非常に便利な商業施設もついてますから、そういったところで、まあ、雨の日もね、全然遊べちゃうというところでね、非常に堪能できるのがこのグランドハイアット福岡なんじゃないかなということでですね、今回お勧めさせていただきました。まあ、建物自体はね、結構、まあ、古かったりもするんですけれども、結構ね、そのコスパっていう面で見たときにですね、まあ、部屋のアップグレード率だったりとか、まあ、そのご飯の面だったりとかですね、その他、もろもろ効力しても非常にね、今このGoToキャンペーンの中でね、修行すべきというかですね、修行したらおすすめのホテルなんじゃないかなということでですね、今回ご紹介させていただきました。ということでね、ぜひちょっと今回このビデオ見てくださっている方もね、まあハイアットね、結構実は他にも裏技がありまして、ハイアットのポイントですよね、これ結構ポイントシステム深かったりするんですけれども、ハイアットさんね、かなりおすすめですので、ぜひねチェケラッチをしていただければなというふうに思っております。で、今回のビデオもね、もしあなた自身の何かしらの気づきだったりとか、まあ何かね、少しでも学べたよっていうふうに思うのであれば、ぜひね、いいねマークと、まあ何かしら一言でコメントの方を頂戴いただければ、僕も新しいね、またビデオを作るモチベーションになりますので、少しでの作業でありますので、ご協力いただければなというふうに思っております。それではまた次回のビデオにてお会いしましょう。ありがとうございました。最後までガチンコマイル塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければ、いいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は、概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。